今から電車に乗って、ついて、どのくらい走れるかしら。どちらにせよ、明日は普段の倍は走らなきゃ。ちょっと待ったスイープスカーレット、ちょっとこっち来て。なんでよ、今から帰るって言ったじゃない。いいからこっち来て、ついてきて。ああもう何なのよ急に。そこに直りなさい。今からあんたにとっておきの魔法をかけてあげるわ。魔法？ちょっとブラッサボラドドさん、パピオペディラムテレナティ。何も起こらないけど。あれ、ちょっと間違えただけよ。特別にもう一度だけやってあげるんだから。ブラッサボラドドさん、パピオペディラムテレナティ。ブラッサボラドドさん、パピオペディラムテレナティ。バラ？白い鳩？本当にすごいんだから。悲しくってもこの魔法を見たら楽しくなって、あっという間に心がスッキリしちゃうんだから。グランマが私にいっぱいかけてくれた。本当にすごい魔法なのよ。あんた私を慰めようとしてくれてたの？違うわよ、魔法をかけようとしてたの。あんたがしょぼくれた顔してたから。魔法ね。ありがとう、気持ちは伝わったわ。きっとスイープのおばあさまはあんたのことが大好きなのね。どういうこと？テジ、魔法であんたの悲しい気持ちを切り替えてくれたんでしょ。大好きじゃなきゃ案外できないことよ。そうなの？そうよ、相手のことをよく見ていなきゃ元気がないなんて気づけないし、喜ぶこともできないもの。例えば私のママも元気がない時は遊園地やショッピングに連れて行ってくれたわ。それだってきっとママは私のことをよく見てたから。え、スカーレット？あれってそういう模擬レースでダメな子って呆れたんじゃなくて、ただ私のことよく見てて、ただ私に今必要だって、ただそれだけ。当たり前じゃない、あのママがそんな意地悪するわけないじゃないの。いつもならすぐわかることなのに。何よ、どうしたのスカーレット？なんでもない、今までの自分の余裕のなさに引いただけ。え、何何、聞こえない。だったら、それなら今の私に必要なのは遊ぶことなのかしら。うん、行きましょう、スイープ。魔法ありがとね。だから何よ、どういうこと？はっ、もしかして魔法が効いたの？スイープちゃん、やるじゃない。うん、帰らない？はい、コロコロ変わっちゃってすみません。ううん、いいのよ。何があったのかお姉さんはさっぱり知らないけど。あら、しけぞうちゃんは？おーい、みんなー、うわっ、スカーレット戻ってきてたんだね。
イトプール貸し切りなんだって。貸し切り？ああ、そういえばそうだったわね。